森吉親王を殺害する、淵辺義弘淵辺義弘は、南北朝時代の武将、相模国皇座軍大野村、淵辺玄の地頭で、足利忠義の家臣、淵延城主、通称は、伊賀守る。淵辺市は武蔵七島の横山氏一門の延氏の、支流と言われている。玄高三年、昭郷二年、足利高氏や新田吉下原によって、鎌倉幕府が滅び、後醍醐天皇が、 県務の申請を開始する。県務政権では、関東支配のため、鎌倉将軍府が置かれており、足利高氏の弟の足利忠義が執権を務めていた。義弘は、忠義の配下として、鎌倉にあった。県務元年冬、五代五天皇の御子盛吉親王が、父天皇と不和となり、皇位三奪を企てた疑いをかけられて捕獲され、鎌倉の忠義のもとに幽閉される。 翌兼務2年7月、旧鎌倉幕府第14代執権で最後の特捜であった北条高時の維持、北条時行が中仙台の乱と呼ばれる反乱を起こす。忠義は時行の軍勢が強制で鎌倉を支えきれないとみて駿河国へ落ち延びることを決断する。森吉新郎が時行に旗印として報じられることを恐れた忠義は、 鎌倉の投稿時に遊兵されていた新王の殺害を、吉弘に命じた。太平記によれば、吉弘は、土郎の中で新王に、刀の切っ先を噛み折られるなど苦戦するが、格闘の末にその首を取った。外へ出て、首を確認してみると、首はまるで生きているように両目を見開いたまま自分を、睨みつけていたので、吉弘は、このような首は主君に見せないものだと中国の勘進む。 バクマリアの故事を踏まえて考え、近くの矢部の中に首を捨ててその場を立ち去ったと、記されていると伝わる竹矢部がある。忠義は時行きに、鎌倉を占領されるが、京から出陣した高氏と共に、北条軍を破り、鎌倉を奪還する。高氏は、鎌倉に座って、勤務政権から離脱し、五代後醍は、新田義貞に、高氏追悼を命じた。忠義らが軍を率いて、 日田軍を迎え撃ったが敗北と撤退を続け、駿河の手越し瓦で戦って敗れ、吉弘も戦死した。南大兵器によれば、忠義らは日田軍に追い詰められ、吉弘が敵中に突撃して戦死し、今川の陸にが忠義を説得して撤退させたと、される。吉弘について、次の二つの伝説が言い伝えられている。森吉信王の殺害を命じられた吉弘は、 神皇を憐れんでその命を助け、淵のの地より、現在の宮城県石巻市に送り、逃がしたという。この際、主君の命に背いた吉弘は、祭祀に害が及ぶのを恐れ、その縁を切り、現在の相模原市と東京と町田市との境界を、流れる境川に架かる橋のたもとの絵の木のもとで、祭祀と別れた、と伝えられている。 橋は後に架け替えられ、現在の中里橋となったが、たもとに残る絵の木は、縁切り絵の木として、今日まで残っていると伝えられている。吉弘の時代、境川に、龍地という池があり、そこに、大きな龍が住みつき、村を荒らし回っていた。そこで、吉弘は部下を引き連れて、龍退治に向かい、見事龍の目を弓矢で射抜いて退治した、という伝説である。その時、 竜の体は三つに分かれて飛び散った。そこで、竜の音量を沈めるため、竜の頭が落ちた場所に、四道寺、胴体の落ちた場所に、竜道寺、尾の落ちた場所に、四尾寺が建立されたと伝えられている。現在は、竜道寺こと竜造寺が残っているだけであるが、寺にはこの伝説が伝えられ、また境川沿いの旧鎌倉街道に、竜をいた場所というのが伝えられている。ありがとうございます。